大原富江は、日本の小説家、高知県城市市範学校中退。結核療養の中小説を書き、ストマイツンボで文壇に登場、幽兵生活を強いられた、野中園の生涯を描いた、園という女で、毎日出版文化賞と野間文芸賞を受賞した。その後カトリックに入信。歴史に題材を取りながら、負の人生を一途に生きた女を描き、 現代の切実な問題としている。日本芸術院会員。訓三道随法省。高知県長岡郡吉野村次家生まれ。父亀次郎と母舞の次女であった。高知市内の学校を結核のため中退。故郷での病気療養中に分泌活動を始め。1938年、姉のプレゼントが霊女中に入選。祝出生を文芸首都に発表。 1941年、戦中の混乱期に、あえて創作に専念するため上京した。以後、東京を拠点として様々な著名人と障害を通じて信仰を深めていく。1957年に、ストマイツンボで、第8回女流文学者賞を受賞。1960年に、縁という女で、第十四回毎日出版文化賞、第十三回野間文芸賞を、 受賞、1970年に、おゆきとさ一条家の崩壊で、第9回女流文学賞を受賞した。表伝文学に、スノウチトールを扱った、彼も、また神の愛でしこかや、岡倉天心と、インド詩人、プリアンバダデービーの交流を描いた、ベンガルの優秀、歌人の、ハラーサを、今日ある命小説、歌人、三ヶ島よしこの生涯。 歌人列伝の主歌と出会う時などがあり、遺作は草をしとねに小説、牧野富太郎である。1976年にカトリック教会の洗礼を東京の修道院で受けた、ソビエト連邦及びイスラエルを外遊。また、その綾子らと仕事を共にする、縁という女がソビエト連邦を皮切りに世界各国で翻訳出版される。1990年、 君三刀随法賞を受賞。1991年、叙勲を機に、大原富江文学館が、故郷の高知県元山町に開館。元山町名誉町民賞を受賞。1992年、高知県の文学を振興するため、高知新聞社等の支援を受けて、大原富江賞を創設。1998年、恩師賞、日本芸術院賞受賞。 芸術委員会員となった。1995年から翌年にかけて、小沢書店から全集が刊行された。2000年1月27日、前年末から入院過療中のところ心不全により、立証厚生会付属、厚生病院で死去。87歳坊津。葬儀では、宮内庁から天皇、皇后の弔意を伝達される。聖護位に助せられる。 同年5月、故郷の元山町に骨となって帰り、汗、美川を見下ろす、自家地区の墓地に葬られる。生前の仕事場であった、東京の書斎は、大原富江文学館の中に移築された。2012年、生誕100年記念事業において、明日を富江駅とし、個人を忍びその功績を称える記念行事を例年、行うようになった。杉並の土地、 建物は保存の意味も込めて、高知県元山町へ守護寄贈され、2012年9月からは、東京西部保健政協が借り受け、高齢者の集いの場、大原産地として活用されていたが、2019年に、建て売り住宅販売の会社へ売却され、同年3月末で閉鎖された。元山町の体育館の費用の一部となる予定だ。そうである。大塚明。 文学者総古家六図書館52ページ、大原富江文学館元山町、NPO 建築ネットナンバー36、生活支援体制整備通信杉並ぐるるボリューム12。ありがとうございます。